はようございます。どうもコハロンです。さあということで本日はですね、いよいよ届きましたこちらの商品を紹介していきたいと思います。FC 東京ゲーミングチェア、わー見てください。伝わりますか、このサイズ感。192cm74kg のこの私の体がすっぽり隠れてしまうようなこのサイズ感になっています。まあ、本当はね11月中旬頃の発送というふうに聞いていました。これは、AK レーシングさん、そして FC 東京さんの非常に素早い対応ということで、この11月の初めに無事到着しました。今回はこちらを開封、さらにはセッティングしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい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 、まずこちら出てきましたね。これはちょっとこのスターミンのような形をした、こちらまだ何に使うかは分かりません。とりあえず置いておきます。スターミンっていうより人デマンじゃない、人デマンに近い形になっています。まずはこれ置いていきましょう。おお、来た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 、もう FC 東京のこのスタジアムでもおなじみ背中です。いやだから袋を開けてみせませんか。はいはい、AK レーシングさんのこのチェアの背中です。 FC 東京のロゴ入っててかっこいいですね。非常に触り心地も本当に高級な革を使ってそんな感じで最高です。はい、後ろにも FC 東京という風に書いてあります。ちょっとね形としてはね、こういう可愛らしい形になっています。こちら FC 東京のお尻です。お尻の部分です。手を添える場所がついてます。かなり重量感あるよこれ。はい、続いてこちら、これはもう頭にこうやって当てる部分ですかね。もう本当にかなり柔らかい、これだけでも枕として使って寝れそうなぐらい。それ腰じゃないの？腰かな。あ、腰かもしれません。かなり腰にも良さそうです。さあ続いてこちらですね。これもちょっとちっちゃいクッションのような形になってていて、ここに取っ手みたいなものついています。まだちょっと何に、使っていいか分かりません。説明書を各自見ていきましょう。そしてね最後に、すいませんすいません、こちらの中ぐらいの大きさの段ボール入ってますので、こちらも開けていきましょう。取扱説明書ですね。でこちらはよくある質問。あ、なるほど、ちゃんと軍手とかも入ってますよ。軍手入りますか？はっ、入るでしょうね。入りますけどね。はい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 、こういう細かいネジとか、まあ、組み立てるにあたって必要な部品がちょっと中いろいろ入ってる感じですね。こういうものとかね。ということで早速、作っていきたいと思います。説明書見ながら。ステップ1からなかなか難しそうですね。さあやっとねステップ3が終わりました。さあ1ステップにはちょっと30分ぐらいね苦戦しました。なんとかできました。さあ続いてこちらのサイドカバーつけていきます。あーやめてそれはマジでテレビがわかんない。よし、さあステップ3めできたよ丸尾。はい、続いてこちらのプラスチックカバーつけていきまーす。はい、サイドカバー OK。 続いてね、このキャスターとか下の部分をつけなくちゃいけないのか。やめてね、レジェンドの部分。じゃあじゃあじゃあ中4カ所だから、はい、確認してから、ここ、はい、ここで、ここかわかわ、この4箇所ね、僕のネジと合わせた5つね。はい、外していきましょう。はい、4つ外しました。シリンダー固定台5を下の写真の向きに合わせてネジで固定。ネジ入っていく。まあ私もねかつてはこういったお絵描き教室でこういった工作もしてました。我らが芝高校には、芝学園にはですね、技術というあの時間もありましたんで、そこでこういった工作などを学んでいました。ありがとうございます。ステップ7まで進んできましたよ。フロント間違ってないよねこれで。そしてガスシリンダー、東京ガース、俺はそんなネジみたいに突き締めなくていい。さあステップ8終了。続いてステップ9、はい、キャスターと仕込んでいきます。はい、この人手間に命を吹き込んでいきたいようです。これでいけるっしょ。錆びついた車輪どこ行った。
悲鳴を上げちゃってるよ、もうこっちが精一杯列車と並ぶけれど、よし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 、ヘッドレストこうかな。そしてラストです。重は背もたれ上部の穴と座部の隙間ベルトを同時背面で固定します。はい、ということでできました。1時間45分近くかかりましたが、ただね、誰の力も借りることなく独力でできたところはマジ良かったと思います。独力ね、じゃあちょっと座自力か独力ね、ちょっとじゃあ座ってみたいと思います。さあ586ベンチです。いやー素晴らしい座り心地。ここで傾けられるのかな。やめてよ、これこうで壊すとかは。ちょっとこれは分かりませんね。え、なんで。ちょいや、そう、ちょ、ま、もう傾かないんですね、それって。いやいや、だから選手はもう前に傾いてる状態だから、そういう、そういうやつなのね。いや、違う、やめて、その言い方。最大180度リクライニング機能っていうのあるらしいんだけどな。で、その機能は今回ないって言うの。違う、こう戻ってる。あれ、上がっちゃった。あれあっち向いちゃってんだけど。あ、押しながらやる感じだ。はい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 。で、最大180度ってことはもうほぼ平面に、いやもうこれぐらいいけちゃう。あ、マジで気持ちいい。あ、これはいいわ。おいそこ打つさ、かなりいいっすよこれ。え、180度ってもっといける。いや、これ180度でしょ。え、全然違うけどね。オッケー、やめてね、そういう小学生の角度の問題みたいな。いえいえ、錯覚はちょっとやめてよ、同位角は。ちょっとやめてよ、春日さんはマジで。はい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 。あ、いいね、これでもう寝れます、この部屋でも。一瞬寝ようね。これは相当効いてる。腰サポーターがあることによって本当にね、腰にすごい優しい気持ちになれます。他にも機能があることが分かりました。まずこちらのアームレスト、なんと上下の位置も調節可能ということが分かりました。だから私なんかまあ身長高くてね、こういったスタイルの人の場合は多少こうアームレストも上げてやるとか、そういう調節も可能になっています。そしてもう一つね、ロッキング機能というものもあることが分かりました。ここのレバーですね、このレバーを外側に引いていただくと、座面と背面の角度を変えずにこうちょっとね12度ぐらいまで曲がってこう自由が利くというような状態になります。これもね、かなり座り心地が良くなりました。さあということで、こちらの AK レーシングさんの FC 東京ゲーミングチェア、こちらを使ってより、気持ち入った形でゲームに取り組んでいきたいと思います。じゃあコアラ準備して、はい、行きます。バボー。この動画いいと思ったら高評価お願いします。